皆さんこんにちは。数々のバラエティ番組に引っ張りだこの人気タレントだった飯島愛さん。そんな彼女はある日突然芸能界を引退し、その後自宅で死亡しているのが発見されました。芸能界からの引退理由や死の真相などの不可解な点が多く、当時は様々な憶測が飛び交いました。今回はそんな飯島愛さんの引退理由の真相や死の理由について、また飯島愛さんの晩年の様子と合わせて、チャゲ&アスカのアスカさんとの信じられないような関係についてご紹介します。飯島愛さんの出身地は東京都江東区亀戸。生年月日1972年10月31日。身長163センチメートル。ニックネームはアイチンと呼ばれており、飯島愛さんは1992年にセクシー女優としてデビューし、一世を風靡するセクシー女優となります。タモリのスーパーボキャブラ天国や新助の猿でもわかるニュースなどの様々なバラエティ番組にレギュラー出演していました。タレントとしての知名度が上がるほど、飯島愛さんの性遍歴やセクシービデオ出演の過去が掘り起こされるようになっていき、流出してしまったいわゆる裏ビデオをネタにした脅迫に遭うこともあったといいますが、そんな飯島愛さんが過去と向き合って書き上げた自伝プラトニックセックスの赤裸々な内容は、若い女性を中心に反響を呼んで170万部のベストセラーにもなりました。そんな飯島愛さんでしたが、2007年3月3日に3月末をもって芸能界を引退するとの報道が流れ、当時は大騒ぎとなりました。報道から翌週の3月11日にサンデージャポンにて、報道の通り3月末で芸能界を引退すると発表し、当初は飯島愛さんが患っていた腎盂腎炎という病気が引退の理由と思われていました。その後サンデージャポンの中で、飯島愛引退ファイナルカウントダウンというタイトルのコーナーが放送されており、そこで飯島愛さんの引退理由やその後についてを話していたようです。それまでバラエティ番組やドラマ、映画に CD デビューなどと芸能界でマルチに活躍してきた飯島愛さんでしたが、やはり本職の人たちと比べて自分には限界があると感じていたそうです。そして病気で休んでいる間に、自分の代わりなんていくらでもいる、このまま芸能界で生き残っていくことは無理という結論になり、引退を決断したということのようでした。そんな彼女は引退後、自分の経験を生かし医療関係の仕事に就きたいと思っていたようですが、今から勉強しても手遅れなのでカウンセリングの仕事をしたいと話していました。また飯島愛さんは芸能界引退を家族に告げた時に、自分のようにお化粧で化けている人間はこの先テレビが進化すると素顔がバレるからやっていけなくなる、それより事業をやりたいというようなことを話していたそうです。将来は病院やエステ、カウンセリングなどを含めた性に悩む女の子たちに手を差し伸べる施設を作りたいと考えていたのだといいます。実際に飯島愛さんが運営していた女性の性に関するサイト、飯島愛のポルノホスピタルは引退後も更新が続けられていたようなので、これが飯島愛さんのやりたいことだったというのは間違いないと思われます。さて引退の理由は戦術したものだとされていましたが、実はそれらは表向きの理由で、別の理由があったという噂があるようです。飯島愛さんの本当の引退理由としてまことしやかにささやかれているのが、コンクリート事件に関連し身の危険を感じたため芸能界から姿を消したということです。コンクリート事件は女子高生コンクリート詰め殺人事件、綾瀬コンクリート殺人事件とも呼ばれているもので、日本の犯罪史上の中でもかなり凶悪な部類に入る事件です。そしてどうやら飯島愛さん自身はこの事件に関わってはいないものの、この事件の加害者の一人と交際をしていたという噂があるようです。また他にも飯島愛さん自身が事件に関与していたという話まであるのだといいます。その噂の内容をご紹介すると、12月20日 A ら3人の他に女が一人やってきて、化粧と称し被害者の方にマジックでヒゲを描く、この頃 C は家に面白いのがいると知人に公言し、100人程度は監禁について知っていたとみられ、
裁判記録に出ているだけで10人が参加しているというもので、この12月20日にやってきた女の一人というのが飯島愛さんだという噂なのです。どうやら犯人グループからそのことをネタに犯人の関係者にゆすられ、数千万円払って話を抑えたというような噂もありました。飯島愛さんは1億円近い金額を事務所の経理担当に横領されたことを当時の自身のブログに書いており、お金大好きを公言していたのにもかかわらず警察に届け出ていないことに不信感を持たれていました。しかも彼女の著書であるプラトニックセックスには高一の時八潮で同棲していたという記載があるのですが、コンクリート事件の主犯格の男も八潮に住んでいたそうです。確かに飯島愛さんは中学時代に親と不仲になって江東区亀戸の実家を家出をしていたといいます。また生活費を稼ぐために銀座でホステスをしたり、新宿のディスコやクラブで遊ぶ生活を送っていたという情報もあります。さらにテレビ番組でこの事件について話題を振られると、飯島愛さんは目を泳がせていたということがあり、それがもしかしてということで噂が広まっていったようです。また芸能人の過去を紹介する番組では、飯島愛さんは中学時代の写真を1枚出しただけだったことから、過去の遊び仲間にとんでもない人物がいたのではないかとも噂されていました。コンクリート事件の主犯格の宮野博文さんは刑期を終えて2008年に出所しているのですが、飯島愛さんはその1年前の2007年に引退しています。この引退の1年以上前から事務所は番組への出演依頼を断っていたらしく、このトラブルを予見していたことで引退へと動いたとも言われています。さらにこういった情報を裏付けるような騒動までありました。飯島愛さんの親友でありノンフィクション作家としても活躍していた倉地明美さんが2008年4月にミクシー内で突然飯島愛さんのことを暴露したのです。飯島だって脅されまくっていて大変だと思うよ。でも自業自得、人の未来を奪ったんだから、あいつだっていつまで命あるかわからないよ。普通に考えてあんなに急に引退するのは変でしょ。鍋プロがお手上げになったんだよ。昔の万引きじゃないからね。人の命の問題だから無理だよ。出所してきた人もみんなヤクザだし、とのような衝撃的な暴露内容だったのですが、なぜか倉地さんはその年の秋に飯島愛さんと会って親交を育んだなどという話をしているので、実際は何が真実だったのかわからない状態となっていますが、先述した通り飯島愛さんが高校1年生の頃に八潮で同棲していた彼氏こそコンクリート事件の主犯とされている宮野博文さんだと言われています。確かに飯島愛さんがコンクリート事件に関わっていて被害者に落書きを行ったのが本当だったとすれば、それをネタにお金をゆすられたこと、そして突然引退したことなど筋が通ってしまいます。そんなこの事件で主犯として残虐な事件を引き起こした宮野博文さんは、少年法での20年の刑期を終えた2008年に出所して名前を宮野から横山に変えています。飯島愛さんが亡くなったのが2008年ですから、いろいろと関係が噂されるのも当然かもしれません。引退理由は飯島愛さんが腎炎という病気を患っており、仕事を続ける意欲を失ったためとされています。ただ飯島愛さんは引退直前に霊媒師の木村富士子さんと番組で共演しています。木村富士子さんは番組内で引退理由が病気だと説明する飯島愛さんに対し、あなたは嘘を言っていますと指摘しました。さらに引退せずに頑張れば 2,3 年後にはいい方向に向かう、今引退すると後悔することが起こるとも予言していました。今思い返せば木村富士子さんの霊視は当たっていたように見えます。もし飯島愛さんが引退せずに活動を続けていたならば、現在も元気に活躍していた可能性があると考えると非常に残念な結末です。もちろんコンクリート事件などの関係が全くなかったとも言えませんが、引退から長い年月が経って飯島愛さんの両親が明かした引退理由は実業に専念するためでした。今後も明確に何らかの決着がつくことはないのかもしれませんが、飯島愛さんが亡くなって約15年経ちました。飯島愛さんは
なぜ死を選んでしまったのでしょうか。ここについても様々な噂がささやかれていましたが、飯島愛さんは引退後精神的に不安定になっており、亡くなる1ヶ月前まで診療所の2階で実質上の入院生活を送っていたのだといいます。偏頭痛や耳鳴りを訴えていたこともあり、てめえこの野郎という幻聴が聞こえるとも話していて、さらに当時の飯島愛さんはとにかく何かに怯えた様子で一人になることを怖がっていたようです。飯島愛さんの友人であり医師の赤枝恒夫さんは、飯島愛さんと会った最後の日を、あの時もう少し引き止めておけばねと振り返っています。二人の付き合いは2004年のことで、赤枝さんが若者の望まない妊娠や性感染症を予防するガールズガード運動などのエイズの啓蒙活動をしていることを知った飯島愛さんが手伝いたいと申し出たことをきっかけに始まったといいます。無償で講演会にも出演し、性病検査の重要性などを訴えていましたが、その背景には自身の著書であるプラトニックセックスを買ってくれた女子高生に還元したいという思いがあったといいます。引退後の2008年12月6日に栃木県宇都宮市で行われたエイズの啓蒙イベントにも参加しており、1年半ぶりに公の場に姿を現していましたが、それが飯島愛さんにとって最後の公演となってしまいます。続けて赤枝さんは語ります。公演の後は寒い中肩を出した格好で街中でコンドームを配る活動にも参加してくれました。その時愛ちゃんはすでに退院していて体調も良さそうに思えたのですが、それから10日ほど経った12月15日の真夜中に突然診療所に現れたのです。愛ちゃんは 3,4 時間ベッドに座っていたのですが、明け方になってもう大丈夫、一人でもやっていけそうだからと自分に言い聞かせるように言って帰っていきました。私も安心して見送ったのですが、そして飯島愛さんが遺体で発見されたのはそれから9日後のことだったといいます。死亡推定日は12月18日とされ、警察が2ヶ月後に飯島愛さんの死因を肺炎と発表するまでの間には、この謎の多い死の真相をめぐって自殺説やエイズ説などといったさまざまな噂や憶測が飛び交うことになりました。しかし飯島愛さんについて語る赤枝さんは、自殺やエイズでの死はありえないと断言しています。当時は飯島愛さんのネットショップもオープン間近であり、今後の活動にも意欲的だったそうで、自ら命を絶つとは思えないのだそうです。また赤枝さんの診療所で3回エイズ検査を行っていたといいますが、そのいずれもが陰性であり、番組で流すからということで飯島愛さん自身がビデオを回して検査の様子を撮ったこともあるそうです。飯島愛さん自身もエイズだったらエイズ患者らしく生きればいいだけと語っていたそうで、腹の据わった女性だったといいます。そんな話を聞いてしまうと、自殺説やエイズ説だったという噂や憶測は信憑性のないもののようですね。自殺でも病気でもないということは、もしかしたら死人に口なしとは言いますが、真実が明かされる日は来るのでしょうか。2023年12月15日に公開された日刊現代デジタルの記事では、関係者が明かした彼女の体調不良と暗躍した男性の存在について詳しく語られています。飯島愛さんは2004年に体調を崩し、当時所属していた渡辺エンターテイメントから紹介された赤枝院長の下で診察を受けました。死後に疑われた難病について赤枝院長が3回も検査を行いましたが、噂されていた病気ではなかったことが明らかになりました。赤枝院長は飯島愛さんが精神的に追い詰められていたことを知っていましたが、その原因については把握していませんでした。飯島愛さんの遺体の第一発見者は健康茶販売会社の男性でした。この男性は飯島愛さんと金銭トラブルがあったと噂されていました。彼は飯島愛さんが開業しようとしていた大人のおもちゃ屋の出資者であり、現在はドバイで優雅に暮らしていると言われています。飯島愛さんと親しかった番組制作会社のプロデューサーによると、この男性は期待の詐欺師と呼ばれ、志村健さんのパトロンという触れ込みで飯島愛さんに接近し、彼女の孤独死に大きく関与しているとされています。関係者曰く、
この男性は健康茶販売会社をやっていて、その会社の広告塔が志村さんでした。志村さんに5000万円もするロールスロイスをプレゼントしたと吹聴してましたが、実際は金がないと志村さんに泣きついて5000万円融資させたんですとのこと。さて、そんな飯島愛さんですが、最近になってチャゲ&アスカのアスカさんとの関係が再度注目を浴びているといいます。週刊文春が当時報じたゴシップによると、飯島愛さんはチャゲ&アスカのファンであり、主にアスカさんのファンだったといいます。飯島愛さんが芸能界でのし上がっていく中で、アスカさんとのパイプが出来上がっていったと見られているようです。2007年の代々木競技場で開かれたチャゲ&アスカのクリスマスコンサートに来場した飯島愛さんは、ライブの内容に痛く感激したことを当時のオフィシャルブログで熱く語っていましたが、その後アスカさんと飯島愛さんが関係を持ち、あろうことか俗に言うエクスタシーと呼ばれる薬を使いながらの行為をしていたのだといいます。それに加えてアスカさんはその時の動画の流出を恐れるがゆえに、不安と恐怖から抜け出すかのように重度の薬物依存に陥ったというのです。しかし、この報道が真実であったのかどうかも、死の真相と同様明らかにはなっていないようです。いかがだったでしょうか。現在も飯島愛さんの芸能界の引退理由やその死の真相については不明瞭な部分が多いようです。あまりにも時間が経ちすぎていることもあり、情報も風化してしまっていっているので、これから先真実が明らかになる可能性はかなり低いと考えられますが、せめて忘れないでいることが大事なのかもしれません。飯島愛さんのご冥福を心よりお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。